神戸大ではもう環境とか社会問題とか教育とかいろいろやっとる。その中で僕は社会学的にちょっとこう現代の社会の問題と自分の生き方を考えようと。で今めっちゃこうランキングがあって、みんなもお勉強ではちょっと勝ち組やけど、顔とか恋人とか就職とかでは不安あるやろと。で今の社会めっちゃ競争あるけど、勝つだけが人生かっちゅう話を。それ読んでほしい。負けっぱなしの人生なんだ。いやでも何がほな一番大事なんですかね。いやだからそこの競争の秩序から離れた方が楽やのに、とらわれすぎとるから痩せなあかんとか、就職めっちゃやらなあかんとか、次は結婚せなあかん、子供持たなあかん、離婚したらあかんと、家も買わなあかんと。でもそんなんなれんのが今一部でしょ。せやからみんなが勝たれへんと。なんぼみんな整形して顔きれいになっても必ず偏差値50で、平均か。そう、またまたその中の小さな差で、お前ちょっと太ってるとか、あんたちょっと目が離れてるとか言うて、無限の競争やから、しんどいだけですもんね。そうだから君らもいつまでも勝ち組とは限らんでと。この競争の社会じゃある程度いると思うね。競争なかったらあかんけど、いるねんけども、それにそこまでね、まあ、こんな言い方したらあれですけど、本当にすごい、物流線で僕ら運送業やってるんですよ。運送業って厳しいらしいね。もうね、多分ね、その労働問題やってるでしょ。そうなんです。あのね、その労働者の方の立場を考えるとね、非常にかわいそうなんですよ。どういう意味で。いやいや、言うたらもうその労働基準法と実際の働いてる労働者の状態とっていうのがもう全然ギャップがありすぎ、もうありすぎなんですよ。だからこれはじゃあ運送会社が悪いのか。でも運送会社も食べていくためにですね、お仕事もらいますよね。お仕事もらう荷主さんからですね、例えばそんだけのもんもらってて、ちょっとしかやらんとめちゃめちゃ働かしてないと、これは問題だよ。それはダメでしょ。そう、わずかなもんしかもらえなくって、きつい労働条件の中で、でも生き延びていくために仕事をしないといけない。受けます。仕事ください。はい、受けます。ほんでドライバーさんにその仕事走ってもらいます。荷主さん喜んでもらうためには、生きていくのに仕方がない部分っていうのがあるんですね。しわ寄せがね、行くわけやから。そうなんですよ。だからタクシーの業界でも、この間、この間やっぱりね、運賃上がりましたよね。賃金ね、消費税とともに上がりましたが、はっきり言って飽和状態ですよね。タクシーのドライバー、台数の方が多いわけですよ、お客さんよりも。でも、運賃上げました。でも食うていけるんか。ね、食うていけない。だから運送業界もそうです。荷物の数よりもトラックの方が多い。まあ今はこれまだね、逆になってきて、忙しいらしない、駆け込み需要とないやつ、まあまあそんなのもあったんですけども、ドライバーのね、なり手がいないんですよ今。もうどん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 減ってきてるんですよ。それは厳しすぎるから。あのね、それもまずもちろんあります。で、若い子が免許取らない。そこのレベルまでいくの。少子化。いや、それはね、お金がないから免許取られへんとか、車持たれへんから取ってもしゃあないいうのが僕の知り合いでも多いです。そうですね、少子化でしょ。で、今までの運送業界でもそうですけども、この運送、もう言うたら日本の経済を支えてきたのは、おそらく断交の世代以上の。何回やった何回説明しよう、断交で。待ちぼけなんですよ。やっぱちょっとね、厚気が。段階の世代、塊や。そう、段階の世代。70代の人らとかが今まで、オリンピック以降ですね、頑張ってきた。高度成長期ね。で、でもその人らがもうお年寄りで、もう引退していきはる。んなら今度若い子が免許取らない。少子化。ね、で運送業界きつすぎて魅力ない。昔はね、変な話、ある大手のとこなんかは短期間で金貯めようもです。そこ行ってがむしゃらに働けばとかあったけど、ある大手のところなんかね、今はどうなの。言うたらもう本当に給料が100万円時代でしたとか、よう仲間と思ったもん。友達でも3年働いたら、要は寝る時間がないんで、遊ぶ時間もないんで、3000万円ぐらい貯金できると。それ体を壊してちょっと廃人になりかけるけどみたいな。どっちかで体力自信のある友達は結構そういうのおったよ。今はそこの運送会社も、言うたらもう3分の1ぐらいの収入に落ちてますよね。あ、そうなの。よう走り回ってるけどな、街中ね。厳しい中で、この逆に僕聞きたいんですけど、そのね、僕らはその運送業界やっててね、はっきり言ってみんなを満足いく状態で雇用したいわけですよ。それは経営者としてはそうです、当然。でもどこの運送会社もそうですけど、おそらくその満足いく状態を作れるような
うんち自体がね、うん、世の中の仕組みがですよ、うんうん、なってないんですよね、うんうん、これこっちのどっちが先なんですかね。例えば、うん、卵が先や鶏が先やですけども、うんうん、例えば満足をいくようにしようと思ったら簡単な話ですよ、うん、でお金を出せばいいわけですけども、うんうん、でもそんだけもらえなかったら赤字が膨らんでいって、その中ですね、倒産していくだけのことであって、うん、なんですけど、うん、その日本の経済の中でまた運賃っていうのはコストでしょ、うん、でしょ、言うたらもうコピー用紙とか、うん、あのそんなと変わってこないわけなんですよ、うん、言うたらおそれをまた人間がやってるっていう部分で言うと厳しい中でね、うん、この経済の中であの状態を変えていかないことには、うん、何も変わらないんじゃないですか。まあ僕はねだからその、はい、現実は厳しいし簡単には変わらんと思っとるんですよ、うんうんうん、どちらか絶望しとるんだけども、うんね、大きな方向はね、はい、この競争無限にしとったらもういつまでもそうなるんですよ。今、ね、もう24時間サービス、うんうん、もうすぐはもうねあのアマゾンとかでもすぐ配達しますぜとか、そうなるでしょ。ほな下請け下請けの2時3時に安いおあの金で下ろすから、うん、その一番下のとこは経営者もギリギリ、うん、雇われる労働者ももうそれしか仕事がないっていうような人が頑張らないというね、うん、余裕ある人はもう離れていくと、この悪循環ね、うん、まあ、どうしたらいいかというと消費者がもうね100円ショップとかで当たり前とか、うん、もうサービスは当たり前とか夜中でも安うでも何でも使えるという便利ばっかり追求せんと、うん、もうそこは高いと、うん、そこは僕それ先生のことすごい分かるのか、高いとするためにはもう政府が規制せなあかんからね、うん、基本はね最低賃金とか例えば1500円ぐらいするんですよ、うん、ほんで、うん、それを守ってる企業しかもやったらあかんと、うん、ということはそれを基準にした計算した発注しか上の企業はしたらあかんと、はいはいはい、したらええの、もうルールもう法律とか決めたらね、ただこれは上の企業したら嫌やろ、あそれはそうです、だから、うん、なかなか難しいんです。でも今ね行政は例えば行政が今まで安かろうって言うたら外注化したらどんどん悪くなるから、うん、今一部の行政は最低賃金はこれぐらい、もう最賃よりもちょっと上とか、うんうんうん、女性をちゃんと雇ってるとか環境にいい企業を企業あの行政は使いますよという条件をつけようとしてきてるね、うん、だこれはまあ簡単には進まんけど将来は多分そうなって、うん、そこそこまともな労働ができてる企業を使いますと、うんうん、ひどすぎる企業は使いませんと言ったらそれは経営者になって、うんね、それしかできひん、うんうん、ただこれは難しい、いや難しいでしょ、それしかないんだけど政府はしてくれへん、できるでしょ、うんうん、だから当面厳しい、消費者ももうちょい先生言うようにゆとりもたなんで、うん、配達別に2時間後持ってこんでもええやんって言うのも、ね、だけど明日でもええでいいの、あーみたいなの持ってきてくれるんでしょ、別にそれでええでよ、ね、だからね、だからって労働問題についてね、うん、そのいろんなところありますよね、うん、そのあの、労働者を守ろうとする、うん、組合、はい、ありますね、はいはい、でもそういうところに駆け込む人たちも当然おって当然ですけども、うん、駆け込んだから、うん、その企業を叩いても、うん、何もこうことは解決しないんですよ。これね、僕の想像なんですけど、よくブラック企業という言葉が出てきまして、はいはい、あれってね、例えばあの雇われてたんが、うん、お前クビや言われたら、ごっつい会社であってもね、あこのわしブラックだとかいう感情が入ってるのも中にはあるんじゃないですか、まあ、両方ちゃん、あのですか、だからそこの首の切り方がひどすぎたらやっぱりあかんですよ、はいはい、うん、今まではどっちかやったら企業が強すぎたから、うん、もうちょっと気に入らんとか、はい、うん、セクハラしたら怒りを叩いてるとかね、はいはいはい、嫌いなやつを切るなんてのはこれあかんでしょ、あ、それはダメでしょ、そういうのをブラックと、はい、まあ、そうじゃない正当な首切りってあるんですよ、はいはい、うん、でまあ経営者の発想からすれば努力せんやつが悪いってなるけど、うん、ただまあ組合とかからすればね、今時そのうつ病を抱えてるとか、うん、ちょっとこう能率が悪いやつ、どんくさいやつもおると、うん、それを切り捨ててたら、さっきのこう美人競争と一緒やけど無限になるから、組合と違えたらまあちょっとぐらい人間ミスしてもそれで首切りまではひどいんちゃうっていうのは言うのはまたまた交渉、それはわかるけど、でもどこ超えてるんないですか、それはわかりますよ、その言いたいことわかりますよ、うつ病の人もおればね、前言ったらノロマな方、そうそうそう、ノロマな仮面大使の人も必ずおるんですよ、おるわけですよ、それわかるんですよ、わかんねんけども、そんだけの要は例えば運送屋で運賃もらってたら、うん、別にそういう人たちも守っていってあげないといけないなって企業は思えるわけですよ、うん、
言うたらもうそういう余裕もすらもないわけですよね、もう競争ですから、うん、それは働く側も競争ですよ、でも僕らあのが運送会社なんか腐るほどあるわけですよ、ただ単にもう競争ですよね、でその荷主もメーカーも同じような商品でどこもあるから競争なんですよ、みんな競争なんですよ、でしょ、こんな競争をラストレース、ガーッぐるぐる回って、働く人も世の中の人もみんなそうですよ、大学、まあ、大学出ました、出ても次の日から就職しました、朝バーンと飛び起きるわけでしょ、何のためやねん言うたら支払いせなあかんから飛び起きて行くわけですよ、ほんでまたそれで給料もらって買い物します、足らん分はカードで買います、次また請求書し来ます、そのためにまたバーンもいたらもうしんどい体を振り絞って働くわけですよ、ほんでもうそれ過労死になったりうつ病になるんで、そうでしょ、もう典型的な、そうちゃいます、経営者も労働者もなる、それ経営者の方がね、僕うつ病になりやすいと思う、いやだから、ね、もうそこにおったらそれしかないっていう人も多いけど、大きく見たら、例えば俺が友達にやったら、そろそろその経営を離れる手もあんのちゃうと、